猫神様はふわふわのお布団がお好き、星に。ゲーム会社で社畜をしている人族のメスが社畜に嫌気をさして遠出して放置された社に眠らせてとお願いしたら猫神の養生を拾うというシナリオ。シナリオは社畜は良くないと猫神に諭されながら良い睡眠の取り方とか、体幹を鍛える方法とか椅子に座りっぱなしの職業の人が陥りやすい課題を解決する方法を教えてくれる健康漫画であり、このシナリオを楽しみつつ健康を良くする方法も教えてくれるというダブルラインがディモールトでね。とりわけ神である猫神養女は人間ではないので人間社会の非合理的なツッコミができるので、例えば日曜に休日出勤する主人公にそういう奴隷契約をしているのかと突っ込んだりする部分がよく描けていてでね。次に日本の社会システムは村社会的であり、昨今の変化するニーズに対応できていないという部分が出ててべね。例えば無意味に無駄に具体案もなくなんとなく気に入らないとサンプルを作らせたり、家で楽な体制で仕事をするのが効率が良い人族がそういった最高のコンディションで労働できずに強制的に会社に集めて仕事をさせるとか、ジパングの国の多数の労働環境は非効率すぎて笑える。